こんばんは、編集者の中谷です。皆さん移動の時期とかはどれぐらいの時期に行われるんでしょうか。弊社は6月に大きな人事異動が発生することが多いんですけれども、今回もいつもお世話になっていた先輩がちょっと移動してしまうことになりまして、引き継ぎでまたちょっと坂さんが増えて忙しく、これからまたなっていくなと思っております。それでは今回も最近の本に関するニュースをお伝えしていきます。最初のニュースです。ノベルデイズ賞短編コンテスト、あなただけは許せないの結果が発表されました。受賞作は久米来香さんの食物連環に決定しました。食物連環、私も読ませていただきました。どことなく寓話的な世界観の中で淡々とした文章で書かれているんですけれども、その中でこう抗えがたい自然の摂理みたいなところにから除くそのやりきれなさみたいな本心みたいなところをすごくうまくリアルに短い文章の中で切り取られている作品じゃないかなと思いました。現在は世界に一つのお仕事小説をテーマに第4回のノベルデイズ超短編コンテストが行われておりますので、こちらの方にもぜひご応募いただければと思います。続いてのニュースです。日本推理作家協会の総会が5月27日東京都内で開かれ、新代表理事に京極夏彦さんが就任しました。京極夏彦さんといえば、皆さん産めの夏であったりとかですね、本当に有名な作家さんだと思うんですけれども、実は江戸川乱歩賞を弊社で行っている文豪賞ございますが、こちらの選考委員にはですね、歴代の推理作家協会の理事が選考委員として加わっていただいておりまして、昨年までは今野敏さんに行っていただいていたんですけれども、今回から五穀さんが参加されるということで、また去年までとは違った雰囲気の選考になるんじゃないかなと思っております。最後のニュースです。第65回江戸川乱歩賞の最終候補作が決定いたしました。二次予選を通過した21編から5編が最終候補作として審査されることになりました。僕自身江戸川乱歩賞の選考会を近くで見る機会があるんですけれども、今回の最終候補に残っている候補作5編もどれもですね、それぞれに本当に面白いところがあって、どの作品が受賞しても本当に良い作品として世に出せると思いますので、皆さん注目していただければと思います。なお受賞作品と選考委員の選評は6月下旬頃小説現代のホームページに掲載され、9月発売予定の小説現代特別編集江戸川乱歩特集号にも掲載する予定です。ここからは私にいただきました質問コメントにお返事をしていければと思います。ふぐふぐさん、質問ありがとうございます。質問が2つありますね。感情移入したキャラクターはいますかというところなんですけれども、なんかどの本を読んでいても感情移入してしまうキャラクターっていうのが多分いるかなとは思うんですけれども、いろいろ考えてたんですが、学生の頃に大学生ぐらいだったと思うんですけれども、読んでた本で林真理子さんの「ぶどうが目にしみる」という本があるんですけれども、主人公ののり子という、これ女の子なんですけれども、10代特有のこう周囲の目線が気になっちゃったりとか、こう自意識過剰になってしまう感じとかがですね、淡い恋愛模様をこう合わせてリアルにすごく描かれている作品で、私自身も結構こう青春はこじらせてた系 の人間なんですけれども、こののり子っていう人物はクラスの中でも地味な子で、イケてない女の子なんですけれども、イケてるこう男女のグループメンバーみたいなのをこう目にして、劣等感とまでは言えないかもしれないんですけれども、なんかそのこうヒリヒリした感情みたいなところがすごく丁寧に描かれている作品で、昔の自分を見てるような感じですごく感情移入して読んだ覚えがあります。2つ目の質問が、小説を担当するまでにどれぐらいの期間がありますかっていう質問だったんですけれども、答え方がちょっと難しいかなと思うんですが、自分は一番最初に新入社員で入った時にこう最初から文芸、小説を作る部署にいたんですが、その時点では誰々の作家さんを担当してくださいみたいなところに決まっていなくて、いろいろ本屋さんとか行って小説を読んで、うちの会社の人が誰も行ってない作家さんに連絡を取らせていただいて、でぜひ一度打ち合わせをさせてくださいとお願いさせていただいて、でそこでどんな話にしますかみたいな話をこう具体的に進めていてですね、でそれからこう原稿をもらってっていう流れだったんですけれども、まあ、作家さんもこういろんな出版社の方とお仕事されていらっしゃるので、一番最初こう自分に原稿が来るかっていうとそういうわけではないと思うんですけれども、自分の場合はとある作家さんに一番最初にお願いをさせていただいて、この方の原稿が実際こう手元に届いたのは1年ぐらい経った後だったかなと思います。そろそろお別れの時間です。
引き続き何かご質問等ございましたら、現役編集者の立場でお答えられることはお答えしていこうと思いますので、ぜひコメント欄にご質問いただければと思います。それでは失礼いたします。